ぼったくり業者って言ってるにもかかわらず、もう仕事の依頼が来て止まらない職人ポンコツワンちゃん、おはようございます。おめでとう。すいません、もう忙しすぎてマジで。昨日もあの動画撮った後に大阪から岡山までトンボ帰りにまた仕事が来て、もうそしたら今度インターネットからまた仕事が来て、もうとんでもないことになってます。まあもちろん365日仕事するんですが、夏にはですね今度夜勤で違う仕事が来てくれと、ビルの解体現場の方も来てます。はい、すいません、多分行くと思います。もうやばいです。はい、ということでですね、さあ今日はこの作業動画、すいません、この後今日の夜にですねビットの動画作りますので、今日はこちらの動画でご勘弁ください。すいません、もう忙しいんです、何回も言うなんて。それではね、この値段を作っていくと、で少し説明しながらやっていきたいと。これは在庫業界ではですね、この状態をアッパッパーって言います。僕の頭と一緒でアッパッパー。このアッパッパーの状態で安全に作業する方法を今からお見せします。それでは作業動画いってみよう。はい、それではこのアッパッパーの状態で安全に作業する、方法ですね。これは構造用鋼板の 24mm、 この床に使う素材ですね。これをねとりあえず仮に置くと、仮置きするときは、今裏向きにしてるんですけど、下がまだね1階が土ばっかりなんですよ。で上がってきたときに足跡がいっぱいついて仕上がりが綺麗じゃなくなるので、必ず裏向きにすると。そしてね、今視聴者の皆様方から見てこっち側のたぬきはもう仕込み終わってるんですよ。むちゃくちゃ家がね、家がちょっとこう僕と一緒で、ね、ちょっとこういう感じなんです。ちょっとじゃないです、むちゃくちゃ7センチとか8センチちょっとのスパンでね下がってるんですよね。でこれが築50年以上なんですよ。なのでまあしょうがないかなと、今から補強したりねしながら、まあ、とりあえずたぬきを仕込みをして、その後どうするかを考えたいと思います。はい、それではね、ちょっとカメラ見やすいように角度変えて、どれぐらい高さの基準と違うかを見ていただきながら、タヌキを決めたいと思います。それでは、どうぞ。はい、まずね、解説からしていきます。今これ、45×45 の、米松のタヌキなんですよね。で、これを尺ピッチでね、刻んでます。で、どうするかというと、僕は、これサンプルですけど、こっちが22ミリ、こっちが23ミリ刻んでですね、まあ、これだけ分をここに乗っけると。これを両サイドにやるっていう考えですね。本来は十分この1センチぐらいの加工ですね。だったりとか半分 22.5 っていう風にやるんですけど、こうすると飲み仕事がめちゃくちゃ増えるんですよ。で1回も2回もその仕事するだけでもう1日以上25坪で部屋数が多いんですよ。なのでその手間を省くためにもう全部丸ノコで入れました。で、のみでちょっと掃除したと。で、スピードが全然違うんで、あとは下の補強材でですね、これが折れないように。要するに、これだけ長いと、ここが弱いじゃないですか。これに比べると、確実に折れやすいですよね。ここに乗っかかった時に、テンションがかかるとね。その分、この下で強度を作ればですね、折れようがないですので、あとは、この下に仕事をするとですね、床なりのリスクが高くなると。ネダで床なりがなるのが基本の常識ですね。ネダとかフローリングでしたらサネの部分。それが多ければ多いほど床なりが多くなると。なのでそこを、10年にですね、ネダボンドを使ったりですね、木と木がきしまないような原理原則を作ればいけるのかなと、ポンコツは考えております。何もポンコツなんで、この辺は視聴者の皆様。いろんな動画を見て、自分が正しいと思うことで、チャレンジしてみてください。それではね、これを今から切れていって、もともとの針とどれぐらい隙間があるかご覧ください。ではどうぞ。はい、それでは今この90のコースレットですね、これで着ピッチの間を全部ビスで止めていくと。それで視聴者の皆様方でリフォームとか考えられてる方、床このタヌキを全部流すじゃないですか。それでこの上に構造用合板とかベニヤとかフローリングとか貼るんですけど、そのタヌキ自体がね、僕たちはホームセンターで基本買うんですよ。で、日本の木じゃないことが多いんですよね。お金をかければですね、国産のヒノキとかで作れますけど、非常に金額が変わるんですよ。で、その木がどういう状態かというと、まあめちゃくちゃ曲がってるわけです。なので、端々をぴったり合わせてもですね、必ず部屋全体でですね、1ミリ、2ミリはずれてしまうわけですよ。ずれなくすることはできますよ。
めちゃくちゃお金かかるんですよ、あの手間とね。なので僕たちはそれを構造予防板を貼って住む方がわからないようにしてるだけであって、レーザー持ってきて測ったらそれは違うんですよ、多少は。それはね、うまい下手とかではなくてですね、木の性質、木が曲がってるか不可能なんです。それはご理解くださいということで、これ切れていきたいと思います。はい、じゃあ行きますね。カメラではレーザーが見えないんですけど、これが今73なんですよ。で、いろんなとこがそれで撮ってると、これが基準ですね。なのでここ止めたいと思います。それでもう一度確認します。はい、 OK、 じゃあ止めますね。一回軽く打って、もう一回ずれてないか。ちょっとずれて、ちょっとずれてた。はい、閉めたんで最後確認 OK ですね。で、まあこのタルキはまっすぐのやつ選んだんで、ここはもう73だと思います。はい、 OK ですね。じゃあこれを止めたいと思います。で、今揉んでるところはこの裏に、まあ、幅木って言って、あるんですよ。だからこれはあんまり効いてないです。柱で効かすっていう感じですね。まあ本当にこれはもう仮でつけてるだけで、この幅木なんて引っ張ったらすぐ取れちゃうんで、この柱でしっかり固定すると。それでは次に持ちます。ここはもう打ってますんで。そしたら次はね、こっちの柱のところを決めたいと思います。はい、それではこの柱のところね、ここ決めたいと。はい、それでは行きまーす。はい、OK ですね。そうすると、おそらくここ真ん中なんで、そのまま一緒だと思います。まあ、0.5 ミリぐらい、ちょっとあれですね、高いですね。まあ、ちょっと下げます。はい、完璧。あのね、皆さん、僕、大工さんと思っておられる方多いと思いますが、僕、スーパー職人なんですけど、実は、飲食店とかいろいろやったりとかね、魚屋さんやったりとかしてるんですよ。お客さんは少ないですけど。そして今ね、編集者カットマンに依頼してるホームページあるんですけど、まもなく僕また新しい仕事依頼受けてて、すいませんね、本当なんです。体がいくつあってもなりません。依頼しか来ないです、すいませんね。なので僕は営業したことありません、すいません。ということで今これ決めたんで、この後タヌキを流していきたいと思います。レッツゴー。はい、どうも。今ね、これタヌキを並べました。今仮置きなんですよ。でね、今一番奥あるじゃないですか。奥の寸法が2820で、これだけで1800の間にね、このタヌキは2830で1センチ開いてるんですよね。なおかつですよ、このタヌキは半分乗っかかってるんで、これを両サイド刻むとですね、この隙間、ここがほぼゼロになるんですよ。この奥がもう えらいことに、約7センチ。こっからあそこに向けて、もうこう家が沈んでると、あそこが弱いんですよね。多分、一回降りた時に柱周りかなり補強しないといけないと思います。やばいぐらい沈んでますね。これをどうするか、今、刻んでから考えたいと思います。これはちょっと厄介ですね。材料が何を使うか、まだ決めてないんで、何かを使って、これをなんかうまく考えたいと思います。ということで、今日はこの説明動画。明日はですね、ビットの動画、この後夜撮ってですね、投稿し、ストック動画で今日、今、この後決めてね、あさって、これの続きを上げたいと思います。いつもご視聴、長い動画、ありがとうございます。まもなく、1000人到達しますね、視聴者の皆様方。そして私のお仕事は、スーパー職人だけではなく、飲食店、鮮魚卸し、いろいろその他、もろもろ、言えないこともありますが、
たくさんやってますので、ね、何かお困りごとがありましたらメッセージとご連絡ください。お忙しでございます。ということで今日はこの辺で、また明日、バイバイ。Can you tell me where you